いや、変なこと。確かに変なことだが。この変なことを言っていたのか？なんでしょう。いや、いい。それとも、別の意味の？いや、これだ！これがまさしく私が求めていた変なものだ！それとも、別の意味の？いや、これだ！これがまさしく私が求めていた変なものだ！さすが智也だ！よくわかっているな！しかし、本当に変なことだな、これは。でも可愛い。智也に似合うと思う。なぜ、可愛い智也が可愛い猫になるんだからな。それは、可愛い可愛い、つまり可愛いのハイブリッドだ。本当か？どうしてこんな展開になっているのかよくわからないな。仕方がない。よし、それでニャーと言ってくれ。嫌だ。友よ、可愛いぞ。そうか。そうか、ニャーだ。そうか、ニャー。ああ、死ぬほど恥ずかしいじゃないか。いいじゃん、どうせ誰も聞いてないって。それはそうなんだが。な、そうだ、尻尾もあるんだ。そっちもつけてみてくれよ。いいんじゃないか、にゃー。その方が猫になりきれるし、心置きなくにゃーと言えるぞ。それはどうだろう。どうぞ。にゃー。じゃあ、こうさ、遊んでってねだる感じで言ってみてくれない？もう一回頼む。にゃ、にゃー。お、今のはかなりいいにゃーじゃないか。もう一回いけるか。にゃ、にゃー。前の方が良かった。にゃ、にゃー。もう一つ。にゃ、にゃー。姉ちゃん、何泣いてんの？じゃあ、なんて格好してんの？何も言わず帰れ。やだよ、兄ちゃんと遊ぶために来たんだから。帰れ。やだって。見てよ兄ちゃん、今日はゲーム機持ってきたんだよ。二人でしようよ。テレビにつないでいい？ああ、前んとこ。ソフトは？野球あるよ。兄ちゃんスポーツものの方がいいと思って。まあ、対戦の方が燃えるしな。ほら、トモヤも一緒に遊ぼう。帰る。わ、じゃあな。尻尾ついてるぞ。怒ってた？乙女心とは微妙だな。そうだね。